Yeah, it's fantastic. Hey, how's going on? 漫画家の井上サンタです。サンタスティック TV LA よりお送りしております。恐縮です。木南です。これはね、80年代に公開された、内田裕也さんの主演の、コミック雑誌なんかいらないっていうね、梨本さんみたいな、ああいう人、報道、芸能レポーターに内田裕也さんが扮している、映画なんですけどね、昨日寝る前にその映画の DVD 見ていて、映ってしまいました。内田裕也さん演じる木南さんの、いつもの言葉がね、恐縮です、木南ですって言うんですけどね。で、まあ今回はね、ゆるくお送りしていこうと思ってるんですけども、2017年3月19日に、僕が今書いてる漫画別冊ヤングチャンピオンで連載している東京トライブワールの2巻が発売になるんでね、その話をしていきたいと思うんですけど、ちょっと待ってください。宣伝だとね、飛ばしちゃおうかなって思ったあなた、ちょっともうちょっと付き合ってください。お願いします。で、東京トライブっていうのは、1990年代の、半ばってことはね、92、3年ぐらいに、思いついてね。で、当時僕小学館のヤングサンデーでデビューした後に、それが89年ですよね、2本連載やって、で、仕事がなくなっちゃった時にね、宝島っていうサブカルのもうメインの雑誌があって、そこで、書き下ろしの単行本をやってみないかっていう話いただいて、で、思いついたのは東京トライブなんですよね。で、岡崎京子さんというね、最近も映画になった漫画家、リバーズエッジの作者とかなんですけど、まあ、伝説的な、岡崎京子さんに、僕はね、デビューしてすぐぐらいの時に、可愛がっていただいてですね、よく遊びに連れてってもらったりとかしたんですよね。で、どこだっけな、江東区の方の健康ランドにね、一緒に行って、その当時もすごい売れっ子だった岡崎さんが、やっぱ遊ぶのもね、一生懸命で、よく連載そんなたくさん抱えてて遊びに行けますねっつったら、まあ、ネーム終わったら結構遊びに行けるわよなんつって言ってて、だからよく働き、よく遊びっていうかね、岡崎さんの漫画ってやっぱりその当時の風俗っていうか、クラブカルチャーとか、ロックンロールとか、そういったものとかもたくさん入っていたんでね、キューティーっていうその宝島の姉妹誌で、ロックっていうね、連載を岡崎さんがやってたんですよ。で、その岡崎さん担当してた方が僕の担当もしてくださっていて、で、それのまあヒップホップ版をやるかみたいな話になったんですけど、なんていうのかな、自分はヒップホップ好きで、で、そういうまあヒップホップカルチャーとかが好きで、当時ファインっていう雑誌で、スケシンとか、木村コウ君っていうハウスの DJ とかと一緒に、カルチャーの連載やってたんですけど、カルチャーの連載ってまあ色々とサブカルのいろんな情報を発信する3ページぐらいの連載毎月やってたんですけど、なんかね、自分の大事にしてるものっていうか、好きなものを漫画のネタにするの、なんかこうちょっとご法度だなと思ってた、まあ青臭い時期があったんですけど、まあその岡崎京子さんがロックの漫画描いてるんだったら、俺はまあラップとかヒップホップって漫画描こうかなと思って、で、思いついたタイトルが東京トライブなんですよね。でね、麹町に宝島社があったんでね、半蔵門線かななんか乗って、僕当時、渋谷で乗り換えて、東林間の方まで帰ってたんですけど、一回渋谷で降りて、まあ、タワーレコードを散策したりとかしてる時にね、ラッパーの AKI ってやつに会って、街なんかで、で、ちょっとお茶しようって話になって、今日いや東京トライブって漫画思いついたんだけど、どう思うこのタイトルって言ったら、なかなかベタなタイトルだけどいいんじゃないって言われてね。で、それぐらいやっぱトライブっていう名前はヒップホップのその当時のそのコミュニティの中じゃ、まあベタっていうかね、トライブコールドクエストとかね、トライブコールドジェラルドって見たかな、まあわかんないけど、まあステューシートライブなんて言い方もあったしね。
で、帰りのその田園都市線っていうのかな、あの半蔵門線が途中から、中央林間に行くまでの間、名前が変わっていくんですけど、なんかね、自転車で夏休みの間日本を縦断だか横断してる男の子の話とか、まあ、当時問題になってたオウム真理教の、問題とか、まあ、ワイドショーとかニュースでやってるいろんな問題はもう全部そのまま、脚本もなしにってことはないけど、あんまりネームも作らずにもう入れていこうっていうのがね、東京トライブだったんですよね。で、まあ、渋谷の駅前でこういろんな政治的な演説してる人たちも入れて、まあ、大日本主因党っていう僕が考えたこう架空の、まあ、宗教団体のこうアジテーションの車出したりとかして、そういうのはまあ当時その寺山修司っていうね、詩人で劇作家の人がいたんですけど、そういう人の賞ステを待ちに出ようとかね、そういったものにこう感化されていて、で、なんだっけ、お前は誰だ、俺は誰だっていう、そういうセリフが、まあ、東京トライブの1の方の中であるんですけど、それ自身はまあ自分のアイデンティティのこうクエストと申しますか、そういったちょっと寺山修司に影響を受けたような感じが入ってるんですよね。なんだっけな、ショーステオ街に出ようの最後だったっけな、デイニシスっていう、まあ、どっちかの代表作の中でこういろりとこたつがあるセットが出てきて、主人公が東北の青年なんだけど、こうそれがセットだったんでパタッとこう両側のこうベニヤの板が落ちると、新宿のアルタ前にいたっていう、そういう劇場型っていうかね、そういう、シーンもございましたけどね。まあそういったもういろんなものをこうガンボスープのように作品の中に入れてったのが東京トライブなんですけど、で東京トライブ2をブーンで連載して、東京トライブ3を、オーリンっていう雑誌で連載させてもらって、でまあ4に行く前に、別冊ヤング、まあ、ヤングチャンピオンでモテスケっていうちょっとエッチな、まあ、不倫漫画っていうかね、不倫の先駆けと申しましょうか、そういう漫画を書いて、まあ、この続きもねまたいつか書きたいんですけど、でそれが終わった後に何やろうかなと思った時に、ちょっと書き下ろしでいろんなもの書いてみようかなっていう気軽な気持ちで、まあ、東京の不良っていうかね、そういうのを主人公にしてみたいっていうか、でどういうことかっていうと、そのビーバップハイスクールとかシャコタンブギとか、工業愛花バレーボーイズとか、まあ全部とは言わないけど結構地方のヤンキーっていうかね、まあそういった人たちをこう主人公にした漫画っていうのが多かったんだけど、東京のこうなんていうのかな、都市部の不良っていうのを、にフォーカスした漫画っていうのは少なかったんじゃないかな、まあ、それがまあ東京トライブなんだけど、昔はチーマーとかっつったりとかして、まあ、俺はそのチーマーとトライブっていうのはちょっとごっちゃにされるの嫌だなと思ってた時期もあったんですけど、なんかそういう、まあ、昔の不良っていうとリーゼントだったりボンタン履いてたり、まあ若い人はボンタンとか分かんないかもしれないですけど、まあ、分かりやすく不良っていうのがいて、で僕の好きな不良映画だと井筒和幸監督のガキ帝国っていうのがあって、それに強くこう触発されている部分もあるんですけど、まあ悪いやつってのはもうあからさまに悪いやつで、まあ、道の向こうからガンつけてくると、あこれは顔目線合わせないようにしないと喧嘩を売られるなってなったんですけど、だんだんこう都会の不良っていうのがもうスケーターっぽかったりとか、まあズボンをダボダボに履いて、こうヒップホップ好きな連中っぽいファッションになっていったのとも相まって、こう東京トライブの流れもこう、まあ、リアルな街と、その足並みを合わせていった部分もあると思うんですけども、東京育ちの不良でなんていうかな、青学あたり行ってたりとか、中学生の頃から渋谷のセンター街で遊んでいて、高校生ぐらいになると六本木あたりのダンスパーティーに潜入したりとかしてるっていう、そういう、 こう都市部の東京型の不良っていうのはまあたちが悪いなって昔から思ってたんですよね。でそういった人たちが引き起こす事件みたいなものに、
結構男性って食いつくんですよね。なんかこう噂話とか伝説も含めて、結構興味深いっていうか、そしてプロの、ヤクザでもないし、まあ素人なんだけど、まあ一般人とはちょっと違う不良性を持っていて、そういうこうどっちでもない状態の人を主人公にしたいってことで、僕の好きなリュウジっていう、まあ、ヤクザ映画があって、主演の金子庄司さんが書いた脚本で主演で、まあ、公開の頃に亡くなられちゃったんですけどね、金子庄司さんは。その金子さんが残した脚本でチンピラっていうのがあって、チンピラも、まあ、金子さんの死後、柴田恭兵とジョニー大倉さんで映画化されていて、もう本当に僕にとってはクラシック映画なんですけど、その中でね、やっぱ金子さんがねずっと追い続けてきたテーマっていうのはね、大人でもないし子供でもないっていう、でヤクザでもないし、まあ、一般人でもないチンピラっていうかね、そういうこう半端者の人生とかね、それがアイデンティティっていうかね、その自分は何者であるのかっていうことっていうのは、誰しもこう思春期に大人にならなきゃいけないんだけど、もうちょっと子供でもいたいし、だけど社会に入っていかなきゃいけないけども、まあなんかかったるいしっていう、そういった、自分探しっていうかね、そういったこうモヤモヤを、まあ、自分の作品の主人公の中に入れられないかっていうのが今回 の, その東京トライブワルなんですよね。ワルっていうのは東京トライブにサルっていうそのトライブがいたんだけど、その中から発生したより凶暴で、暴力的な、集団が、ワルなんだけど、そっちに、ピンスポを合わせた作品が東京トライブワルで、3月19日にやっと2巻が出ます。なかなかねちょっと書くのが遅いんですけど、